おはようございます。釣り子 TV です。本日ご紹介するルアーはこちら。ね、ライラプス250っていうことで、これ、ねえ、めっちゃくちゃ長い。今ね、超巨大なペンシルベイトが大活躍するね、そんなトップウォーターシーズンに突入してますので、何か面白いルアーないかなと思って釣り具屋さんを覗いたところ、こんなのありますよっていうことでね、紹介してもらいました。価格はね、4800円っていうことで、まあ早速ね、開けていきたいと思います。はい、というわけでね、開けてみたんですけども、ちょっとね、早速使えるチャンスがあるので、まずはこちらをご覧ください。いや、メガドックじゃない、このでっけえやつ、これが釣るチャンスなんじゃないかな。これこの城がそこべったりなんだよね。で、たまになんか機嫌が良くなるとトップに。ああ、バレた。25センチ来たのに、ライラプス。マッチ、長さ25センチ来ましたよ。ライラプスって新しいペンシル、なんか棒みたい、25センチの長いやつ、完全にかかったんだけどな、今もう棒だから、棒初めて出た。動きはいいんだけどね。よっしゃ、でかい。タモ行くか。マッチー、マッチー、もうペナルティーだ今の話は。ペナルティー話だ今のは。大丈夫、一匹も魚上がってないから。何なんだろう。でも昨日の大化のスーパーランカーもそんな感じだったな。ジャンプ一発でガバガバガバと、おっしゃ、これは開けときたい。取りたいやつ、ありがとう、ありがとう。あ、左、ごめんね、右と左間違った。やべえ、バレるかな。あ、ちっちゃいか。ん？あ、いいか。抜いちゃう。よいしょ。あ、ちっちゃくねえや。はい、夜にライラプス来ましたよ。こんな長いルアー。イエーイ。見て。棒っすよ、棒。ふぅ、ライラプス釣れた。やったぜ。あ、もうポロってた、ポロってた。はい、こんな感じでね、ライラプスのおよそ倍、あ、50センチぐらいかな。25センチあります。で、こんな感じでエクスセンスバンタムの組み合わせでライラプス、イエーイ。はい、というわけで帰ってきました。ライラプスね、釣れちゃったって感じなんですけども、夜でね、どうなんだろう、ビッグトップウォータープラグの釣りってね、昼間っていう印象があるんで、まあまあ、でもね、本当昼間も使ってみていて非常に動きが良かったので、これ夜もね、なんか食い上げさせるのにすごいんじゃないかななんて思ってね、試してみたところ、釣ることができたっていうことで、まずね、やっぱこんな感じのルアーなんですけど、針をね、前に2つね、
こんな感じで装着して、それでね今ね後ろはつけていない状態です。これはね購入したね釣り具屋さんで教わったんですけども、こんな感じのねセッティングがいいよっていう風に教わっていて、でただまあちょっと波立っていたりとか、もう少しね水面からお尻を後ろに入れたいなんていう時はここにもね針をつけて、その場合はねこっちの針外した方がいいよなんていう風に教えてもらったんですけども、このセッティングにするとどうなるかっていうと、ほんとねもうね水平にペターンって浮いてね、なんだろう超水面っていう感じで攻められるんですよね。他のトップウォータープラグだとどちらかっていうとちょっと尻下がりのね姿勢になって、まあ、サミーなんかもうねほぼ立ち浮きぐらいまでのね角度とかね、メガドックはもうちょっと薄い角度っていう感じになるんですけども、それよりさらに水平にねこうやってビャーンビャーンってこうねスケーティングアクションさせる、それがね非常にやりやすいルアーだなっていうのがあって、でここにね説明書も取ってあるんで見ていきたいと思うんですけども、まずね長さはまあ25センチね250ミリっていうことで、それで重さがね88グラムだよっていうことなんですね。重さはね長さの割にこう細身なんでそこまで重くないので、まあ投げやすいなっていうのと、あと飛距離が稼ぎやすいなっていうのは感じました。で説明書きなんですけども、ライラプス、この白パターン用ビッグベイト、完全水平浮きのドッグウォーク仕様、大きく左右に動きモンスターを引き寄せます。操作方法は基本的にワンピッチワンジャークで左右に大きくスライドします。しかし海の状況、風波うねり潮流れ等によって、泳ぎに影響が出るため、しっかりライラプスを見ながら操作してください。基本はしっかり浮いているのを確認し、右左と操作をお願いします。釣れるアクションはライラプスが教えてくれます。フックセッティングは基本的に、3本針仕様ですが、状況によってテイルにブレードをつけたり腹の合いだけの2本針仕様でも構いません。ぜひライラプスとともにビッグトップゲームを楽しんでください。リールは、1回転90センチ近く巻けるものがおすすめです。まあハイギアリールっていうことですよね。で、推奨フックが書いてありますね、これガマカツかな SPMH の、20番、これをね、おすすめだよっていう風に書いてあって、こんなね説明書がね、ついてきますので、ここら辺を参考にね、使ってみると使いやすいんじゃないかなっていうところで、でそうですね書いてありましたけど、本当完全にねペターンと水平に浮いて、なんだろうこの棒が水面に浮くことによって、でこれがスケーティングで水をね横にかき分けることによって、非常になんか魅力的なですね、でかいなんか水面で何か起こってるぞっていうね、そういう感じの波紋が残すことができるんですね。でそれでね、なんかいい泳ぎだななんていう感じで、ちょいちょいって泳がしてると水面がね、割れますんで、今回もねどんな感じだろうってねちょっとね夜も使ってみて、そしたらね図らずしもというか、ほんとねあれっていうぐらい簡単にね1匹かかって、でもそれはバレてしまって、でそれからね、あこれこの大きさ感いいんだいけてるんだと思ってね、もうちょっと投げてみたところ、パコッとね水面が割れてね、ファイト開始、ね、非常にエキサイティングなゲームだったんで、これはねで昼間見えてる状況であれ水面爆発したらさらにね迫力ある映像が撮れたと思うんですけど、まずは夜ね釣れちゃったっていう感じで、まあねでもね面白いルアーなんでこんな長いんで、まあ、買ってみて面白い良かったななんてそんな風に思っております。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、ライラプスですね、25センチもある超、ロングペンシルベイト、これにねいいシーバスが来ました、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。